キャピタル S23 日イコール東京芝 1600m リステッド出走18頭ジャパン C に出走するゴリアットの帯同馬ルノマド 16F グラファールは13着だった招待されていない帯同馬による JRA レースの出走は4年11月27日のキャピタル S で8着となったメンバーシップ以来20年ぶりとなった ドーマは翌日のジャパン C に出走した王さん、15着の大道馬として来日。C、ブリテン級者で、安城はいずれも K、ファロン騎士だった。ルノマドは三代母が80年の凱旋門賞を制したデトロワという血統祖母の半径には94年凱旋門賞など G1、2勝のカーネギーがいる。本国フランスでは芝で1勝。 オールウェザーで5勝という実績での来日だった。スミヨン騎手は、出遅れて最高峰からになってしまいましたが、最後まで頑張ってくれたと思います、と振り返り、グラファール氏は、ゲートの中で少し苛立っていたようで、いいタイミングでゲートを出ることができませんでした。しかし、その後はよく走ってくれたと思います、とねぎらった。